まだ手作り活動機やってるんですか？まだ作ってます今も。これとりあえず 9割完成したんですよ。これ今作成中。作成中、まだ途中ですよ。まだ今度は空冷ですか？空冷。これをネットから引っ張り出して、これを真似したんです。なるほど。これを真似したやつがこれです。どうですか、水冷と作りやすさは。作りやすさはやっぱり空冷の方が簡単ですね。あ、空冷の方が簡単。こちらの方が、これ作るあれがないですから。このね、ホッパーは、ホッパー作る手間がないですから。ただ今回はね、これをどうするか考えたんですよ。これを ここにスケートって、これを固定して中だけ回す方法にするのか、これ今これ式にするかと悩んだんですけど、これが一番簡単で穴開けて一番簡単だと思ってここにしたんですけど、今度これが待ってる時に こうなるんですよね。動くからここのところにスラストベアリング入れたんです。あ、ベアリング入ってるんですか。これニューアリングが1個2個、これで3個入ってるんですよ。これなんかまだまだ手作り止まらないですね。いやいやいや、もう日々楽しみが絶えませんね。いや、もういいです。もういいです。苦しいだけです。でも全部ね、もう全てこれにもう時間つぎ込んで、隙間の時間つぎ込んでるみたいですから、とてもじゃないけども自由が欲しいって、遊ぶ時間欲しいんですよ。これ作ってればもう50、1000年するでしょ。だけど今度ほら遊ぶ時間が、遊びたいから作ってるのに、作ってるから遊べないと。だからもうこれぐらいでもうやめと、とりあえずやめとこうかなと思って。そんなこと言いながらやめられませんよ。いやいや、だからそこなんですよ。そこなんですよ。困ったろ。ずいぶん再生回数が伸びてますよ。伸びてますね。びっくりした。びっくりしますよ。